回は対象に配置した4つのウェイボップというタングルをアレンジして絡ませます。ウェイボップはリングのような形が組み合わさった複雑なタングルです。慣れるまで線のつなぎ方が難しいタングルですが、その分アレンジの幅も広く達成感のある素敵なパターンと言えます。一筆ずつの工程を繰り返し、タングルのリンキングアレンジを楽しめる作品です。Thank you.
最後までご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルでは電タングルの様々な楽しみ方を紹介しています。この動画が良いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。私の最新の全タングル作品はインスタグラムにアップしていますので概要欄からチェックしてみてください。チャンネル内の他の動画もご覧いただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。